子どもたちに給食で振る舞われたのは石川県を代表するブランド牛能登牛がたっぷり使われたビーフカレーです。この能登牛は能登半島地震で大きな被害を受けた畜産農家への応援として白老牛銘柄推進協議会から白老町に贈られたものです。能登牛の方を購入させていただいてみんなに食べていただきたくて、それで応援できる形を取りました。美味しい。どのくらい美味しい？100倍。今回能登牛は石川県の畜産農家から合わせて50キロ購入され、町内6つの小中学校で給食に提供されました。